はい、皆さんおはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。本日はですね、こちら遠くにはフィッシュランドやなんかが見えますけれども、今日はですね、ここサンタルベツ川に来ております。夏なんで鬱蒼しているので、あまり川とかっていうのはね、なかなか近づけないんですけれども、はい、サンタルベツ川の横ですね、こちらまあちょっと脇道というのがあるんですけれども、まあ、こちらの橋というのがですね、見てみますと1983年10月になってますね。ということで、まあそれ以前、まあ、1970年代とかっていうのは、まあおそらく、まあ見た感じですと、まあこっちの道路が本道って言えばいいんですかね。まあこっちの道路で、まあこの辺に橋が架けられていて、まあちょうど向こう側、まあ富岡小学校側ですね、にもこう橋の横に側道があるという感じなんですね。はい。かつてですね、この道路の脇には鉄道沿い排水と呼ばれる、まあ排水路ですね、それが流れておりました。よいしょ。今日はその痕跡を探していきたいと思います。まあ、この辺り一帯というのは、このサンタルベツ川や、隣には富岡川。まあ、それから、まあ、追分川とかっていうのが流れておりまして、あと中野川。中野川はまあ、ちょっとだいぶ後になって、河川改修によって作った川なんであれなんですけど、まあ、こういった、まあ、割と大きくはない、まあ、自然河川。こういうものがいくつか流れていて、まあ、それに沿って、かつては水田が広がっていた地域なんですね。まあ、富岡小学校の裏にはサイロも立っていて、まあ、そういった水を利用したのか、まあ、酪農もあったのかな、といったところですけれども。まあ、しかしながら、この手稲の地形、まあ、山岳地帯から急速に低湿地帯と広がっていく、この土地という、まあ、場所なんですけれども、まあ、その、山岳地帯と低湿地帯の間には線路があるわけで、まあ、その線路を、そういった山々からの水から守るために、まあ、鉄道沿いに排水路というものがいくつかあったりしました。まあ、それはおそらく鉄道の線路を水から守るという役割かつ、まあ、そういった水田なんかの水路という役割もあったのではないかなと推測します。まあ、現在では、そんな痕跡というのは、ほとんどないんじゃないかと呼ばれるような、まあ言われる思われるほどに宅地化されてしまっているんですけれども、まあ何か探せば必ず痕跡はあるんじゃないかというところでですね、鉄道沿い排水と呼ばれるものはですね、現在3つありまして、一つは追分通りの方に鉄道沿い東排水というものがあります。これは完全に暗渠化されてしまっていて、名居部というのは一切ありません。そして次に、鉄道沿い排水と呼ばれるものですね。これはですね、富岡川から線路沿いに向かって西側に伸びていた排水路でした。この辺りがかつて田んぼだった頃、おそらくその最下流部の用水としても機能していたのではないかと思います。富岡川に流れ込んでおりました。そしてもう一つ、これは謎がちょっとまだ解けていないんですけれども、鉄道沿い西排水と呼ばれるものがあります。現在札幌市の河川モーズと呼ばれる、まあ、札幌市が管理している河川全てが載っている地図には、西宮の沢川として記載されているわけなんですけれども、つい最近の資料ですね、北海道新幹線の工事区間、まあこの辺も全部地下通すわけですから、トンネル上にある河川というものを、まあアンダーパスしなければならないということで、まあそういった、まあアンダーパスする河川に関しての、まあ情報、まあ河川の深さとか、そういったものを記載している、またはトンネルの起工部から何メートル地点にあるのか、まあそういったものを記載した、まあ詳細図というものが、まあインターネット上にあるんですけれども、実はそこでは西宮の沢川という記載はなく、鉄道沿い西排水と描かれているんですね。ということで、西宮の沢川、まあ、にありイコール鉄道沿い西排水
というところなのかなというところで、実は最近まあこれ最近気になったところと、偶然その北海道新幹線のそのまあアンダーパスする架線なんかのまあそういったまあ詳細図っていうものをまあ見つけてというところで、まあちょっとね謎が残ったままになってしまっています。はい、 JR の稲積公園駅ですね。この辺りから、まあ、鉄道沿い排水の痕跡というものが、まあ、徐々に出てくるといった感じでしょうか。見ていただけるとわかるでしょうか。展示ブロックを中心に痕跡が見えますね。何か一直線上にまるで舗装し直したかのような跡があります。これ舗装し直したっていうよりも浮き出てきてるんですよね。こう見てみると、この地面にできてる割れ目ということで浮き出てきてるんです。この埋め立てられた排水路が、これがちょうど埋め立てられた暗渠化された鉄道沿い排水と呼ばれる川の跡ですね。ここにちょうどマンホールがあります。見てみると下水道ではなく河川用のマンホールということになっているので、ここが正味埋め立てられた鉄道沿い排水ということが伺えるかと思います。まあなぜこうして浮き出てきてしまっているのかっていうことについては、まあいろんな要素があるんでしょうね。アスファルトとかっていうことに関して、まあ、このまま歩いてこの先がどうなっているのかっていうのも見ていきたいと思います。まあ、ずっとこのようにして埋め立てた河川が浮き出てきていますね。この道路になんかに関してもこう、まあ、浮き出ているのもそうなんですけど、がっつり舗装し直しているということも伺えます。まあ、しかしながらこっちの歩道部分に関してはまあ、完全にコンクリートじゃない、アスファルトが割れてるので本当に浮き出てきちゃってるっていう感じですね。はい、ここでまあちょっと曲がるんですけれども、こちらもマンホールありますね。河川マンホールになっております。本当にこう見てわかるように入れているわけですね。まあ、もちろんですけど、こっちの隣のマンホールっていうのはもう、まあ、下水道といいますか普通のマンホールですね。まあ、こっちに関しても下水と書いてあります。まあ、本当に面白いぐらい浮き出ていて、まあ、この先のちょっと見てわかるかなと思うんですけど、こう河川周りの植木になっているようなこの土止めっていうんですかね、これも面白いぐらいにこう浮き出てるっていうか、なぜこうなってしまっているんでしょうね。はい、もうこの埋め立てられたところの上だけこのようにして、はい、もう盛り上がっております。ここは富岡川ですね。富岡川排水機場です。まあ、内水氾濫、まあ、いわゆるバックウォーターが起こった時にこの支流の水を強制排水する施設と
というところですかね。昔はよく排水排水って背中の水と書いて排水と言って、まあ、本流の水量が増水してしまったために支流が本流に流れ込めなくなって支流が溢れるっていう現象のことを排水現象と言って、まあ、現在はですねバックウォーターと、まあ、メディアなんかでは言ってますね。何でもカタカナになってきているので、はい、そこに鉄道沿い排水の、まあ、排水溝がありますね。ということでここが鉄道沿い排水ということですね。河川名が出てるわけでもない、まあこの辺に住んでいる方は気にも留めていないだろうこの埋め立てられた河川ですね。はい、ここに今コンクリートの構造物ありますね。そして九段の、まあ、鉄道沿い西排水なんですけれども、ちょっとこのままその痕跡に関しても一瞬見て今回は動画を終わっていきたいと思います。この鉄道沿い西排水というのは、まあ、鉄道沿い排水と、まあ、対をなすようにして、まあ、線路沿いに、富岡川じゃないや、この中野川を境にこう西と東に伸びています。まあ、東側に伸びているのが鉄道沿い西排水なんですけれども、まあ、こっち側が西側になるわけですから。まあ、さらに言うと、まあ、追分川ですね。まあ、いわゆる旧中野川。あの辺を境に鉄道沿い東排水と鉄道沿い西排水というものは存在していて、で、こっち側に関しては鉄道沿い排水ということで、まあ、名付けられた、その、まあ、年代とかっていうのがまた、こう、なんでしょうね。違うのかなというところかなと思います。ちなみにこちら側に関してもかつて旧道であったような感じがしております。まあ、最近はちょっと排水碑文の名前というものも見るようにしているんですね。そこからですね、その鉄道沿い西排水というものが、ということでなっております。ちなみにここは追分橋みたいですね。ここは中野川であって、まあその、追分地区、手稲追分地区ともまたちょっと遠いんですけれども、まあ、ここに追分橋があるということで、昭和60年、竣工になってますね。書いてありますね。富岡川排水機場です。そして、こちらは富岡川排水碑文と呼ばれるものになっております。まあ、バックウォーターといって、この中野川が増水した時には、この碑文を閉めて、この排水機場から強制排水するわけですね。富岡川排水碑文となっております。昭和63年になってますね。この辺りは昭和56年の56水害以降、まあ、こういった河川整備が進められてきたわけですね。まあ、この辺りというのは例えば稲積公園駅というのはこの辺りでは唯一の高架駅であったりするわけなんですけれども、まあ、以前その理由について動画でお話ししました通り、この辺りというのは中野川に富岡川、それからこの西宮の沢川、こっちに映ってますね。この住宅の脇を流れているのが西宮の沢川なんですけれども、まあそれから、まあ中野川というのはこの下流で追分川、まあ旧中野川に流れ込む、さらには三樽別川も流れ込むということで、かなりの河川が集中している箇所
になる。かつ、西宮の沢地区というのは非常に低湿地帯が山側にめり込んでいるところなんですね。ということでかなり土地の高さが低く、増水のしやすさというのはこの辺りではかなり大きいというところから、まあこういった河川整備というものが五六水害以降進められてきておりました。まあ実際1977年頃の国土地理院の写真ではこの辺りというのはほぼほぼ河川整備というのはされておらず、1980年代の航空写真では河川整備が進められているということからも、まあ五六水害あたりを境にして、まあ、河川整備が進められ始めたのかなというところですね。はい、こちらがですね、西宮の沢川排水機場というふうになっております。こちらの川に関しては、まあそんなになんか生き物がいるような川というよりは本当に排水ですね。もうこんな感じの水なので。で、はい、西宮の沢川となっていて、西宮の沢川1号ボックス橋ということで、まあ、ボックス橋がこう1号、2号、3号というふうに住宅に沿って、まあ、かかっているということで、まあ、確実に西宮の沢川というふうにここはなっております。まあ、こんな感じの、はい、まあ、ドブ川ですね。しかしながら、まあその歴史の生き証人として、まあそこにあるであろう排水碑文の名前というものを見ると、まあうなずけると言いますかというところで、最後にあそこに見えるこの西宮の沢川の排水碑文を見て今日は動画を終わっていきたいと思います。まあ先ほど言ったように鉄道沿い西排水という名称が北海道新幹線のまあトンネル工事のまあ詳細図にも書かれているということで、全くもって消えてしまった名前ではないとは思います。ちなみにここですね、西宮の沢土地区画整理事業なんか基準高く点となっております。まあ、何のことなのか私には分かりませんが、何かの基準点の一つであるということみたいですね。はい、中野川ですね。琴仁の西野の北側の山裾から流れ出て、いいですね、札村国道、これを横切ってから北流手稲3630北斜面のまあもろもろの川を入れてから新海に入る。その川筋はおよそポンハッチャムの流れに近いということですね。まあ、ポンハッチャムというのは今は消えてしまいましたけれども、あの山川取り調べ図なんかを見ると、まあ、ポンハッチャムという名前は見ることができますね。現在のハッサム古川から、まあ、ハッサム川というのが本流として流れていたんですけども、まあ、その分流としてポンハッチャムというのが、まあ、ガル川とかサンタルベツ川とかっていうものを、まあ、含めていた河川ですね。ということでこちらですね、まあ、同じく昭和63年ではありますけれども鉄道沿い西排水碑文となっております。まあ、これがかつて西宮の沢川か鉄道沿い西排水、まあ、今も一部ではそう呼ばれているのかもしれませんとなっている、まあ、確かな証拠かなと思います。まあ、最近ですと排水川というまあ名称ってあまり使われなくなっていて、例えば樽川排水というもの、まあ、以前私も動画出しましたけれども、あの手稲土工川沿いのところですね、まあ、今は前田川という名前になっております。まあ、排水という名前が少しずつ、まあ、消えていっているというところで、まあ、例えば、西宮の沢というのは平成元年、手稲区が分区した際にできた、まあ、名前ですよね。まあ、そういったところから、まあ、何かそういったきっかけで、鉄道沿い西排水という名前は、
まあ、西宮の沢川と変えられてしまったのではないでしょうか。はい、ということで本日はですね、テイネクのこの線路沿いに残る、まあ、鉄道沿い排水と呼ばれるものの名残ですね、それから痕跡、まあ、そういったものを探してみました。はい、本日もご視聴ありがとうございました。